タイヤ、タイヤの大きさ見てみよう。タイヤが、ホイールの大きさが226って感じかな。226。225？ ほぼ一緒だね。測るとこで。ああ、225、全く一緒だ。タイヤの大きさは、K は一緒です。で、これ、58。50、ちょっと細い。56？ まあ、誤差の、あれが、おじさんの目がおかしいかもしれないけど、こっちの方が2ミリぐらいね、太いです。で昨日買って、まあ、荷室にね、積むときに感じたんですけどね、幅がちょっとね、大きいんだよね。パックアウトよりでっかいってすごいんだけど。585。ああ。でかいわ。555ぐらいなんですよ。555。555の、3センチも幅があるよ、これ。ウィザさん。めっちゃアメリカンサイズにしてきたね。いや、これ、大きさも攻めたよね、これね。普通に、おじさんのこの、なんだろう、荷室って、真ん中にこれを、こういう形で入れられるように設計したんですけど、これね、同じようにこう、入るかなと思って積んだら、当たっちゃって、まあ無理やりちょっとね、横にして入れてきたんですけど、だこれを使う方、これから導入しようという方は、結構幅があるんで、ね、これは気をつけていただきたい。あと高さも、このバーの高さ全然違うよね。ここ一緒でしょ？ハンドルが、一番上のハンドルがズバッと出ちゃってるのか、これ。ね、全然違うよね。ほら、ここ、こことここ。持ちやすいっちゃ持ちやすいんだろうけど、収納した時に高さも結構ね、あるんで、一番高いところで、715ぐらいですね。こっちはだって645ぐらい。で、さらにですよ。ね。こうしまして、ちょっと元に戻しますよ、一回。で、パックアウトの場合はね、こういった細かいオーガナイザーがあって、まあ、この展開がすごく、広いので、まあ人気もあるし、流行ってるというところもあると思うんですけど、おじさんもね、やっぱこれすっごい気に入ってるんで、この形を、まあ、この3段のシステムを組んでる会社でも、結構こう透明系まで、こういうね、展開してるところっていうのがないんで、やっぱり中途半端な人気で終わっちゃうと思うんですけど、これがね、ウィザさん、やったよね。こちら。あ、ちょっと、ビバホームのお買い上げシールが。ほら、見てこれ。この感じ、こうでしょ？こう。すごいよね、ここまで。ここまで考えてくるとは。ちょっとこれ開けてみようか。まあ、ちょっとね、ここの癖がね。ここは結構ね、スムーズなんですよ。ここは。ただ、やっぱりここの癖がちょっと、ここ、慣れが必要かな。ほら。見てこれ。ちゃんとついてるよ。すごいね、これね。
寄せたね。樹脂の厚さとかも変わんないかな。ちゃんとほら入ってるでしょ、パッキン。ねえ、こうしてこういうね仕切り板も入ってて、ほらこれはいいんじゃないの、ウィザさん。領収書どこ行っちゃった、税抜きでね、これが5480円なんですよ。これが税抜きで3キュッパ、3980円。ね。そうなの？で、こう大きい方が、大きい方はね、税抜きで7キュッパ、7980円です。で、こっちが9980円。ね。で、そんなにね、その倍とかそういうような、価格差ではないんですけど、でもこの金額でこの質感はいいと思うよ。これちゃんとしてるもん。ほらこの辺のねロックの感じっていうのがやっぱり自称ツールボックスマイスターとしては気になるとこなんですけど、こういうとこね、こういうところ、ほら、あ、これは互換性があるのかな、完全に一緒だよね、ほら完全に一致、ちょっとなんかこうガチャガチャ感がもうちょっとなんかキュッと入ってほしいところあるけど、物が入れば落ち着くかな。この中のねツールケース、細かいパーツケースの深さも10センチ弱ぐらいまでは入るから、あ、ここだよね、見てほらこういうとこもちゃんとやってるね、え2本ビス壁に打っちゃえばこう引っ掛けられるっていうね、あ、ここまでやってるの？すごいね、アークランドやるね。え、これ誰が担当したの、アークランドの。優秀じゃないこれ。なんかね、すごい控えめにね、ホームセンターのそのビバホームとかのツールボックスコーナーに控えめに置いてあるんですよ。売れるかなみたいな感じで、こう売れるよこれね。キャンプとかやる方にすごくいいと思うね。いろいろ小分けにする材料、まあおじさんのアウトドアとかね、おじさんめっちゃインドア派なんでわかんないんですけど、多分キャンプとかやる人、タイヤのこのホイールの大きさもしっかりあるし、このぐらいあれば相当入るでしょうね。職人さんだけじゃなくてキャンプにレジャーにもいいと思います。で、あと、まあ、この辺のネジをね、利用していろんなものぶら下げるとか、いろんなね考え方ができるんで、これはこれですごいいい商品だと思うんだけど、これ全部使わなくてもこの下だけねカートとして使えるんで、こういう状態でね、まあこれはこれで、まあ例えばお家に置いといても、この状態で上にこういろいろ乗っけて、キャンプやる人っていろいろなんかあるんでしょ？ね、テント乗っけたりとか。で、ここにこう巻けるんで、これいいよね。ほら。あ、大事なこと忘れてた。パックアウトに乗っけられるの？ちょっとこれどうなの？これ。まずじゃあパックアウトを乗っけられるかにしようか。これはまず無理だと思うんだよね、形状が違いすぎるから。だってほら引っかかるところがないでしょね、引っかかりようがないんですよ。パックアウトはね、ここが溝の中に収まるようになってるんで、入ってからもうここでピタッとね底が合うようになるんで、これはちょっとパックアウトをウィーザーにつけるのは無理だったみたいですね。さあどうなんだい。これも無理だよね、真ん中だもんね、もう絶対入れませんっていう。そうだよな。あ、え、これ一個だけの、あー、そっか、これがなければ入るね。
この突起、これがなければ入る、入ってシュッと。溝的には一緒だもんね。楽しい。どうだろうね、この樹脂は。まあ質感はやっぱりこっちの方がちょっと高いですよね。でもそんなにあのペラペラじゃないし、いやーこれはやったね、ウィザさん。で一応ね、あの箱としてはこの 1,2,3,4,5 種類が出てて、あと、まあ、昨日もあったんですけど、ウィザさんのこれにこうくっつけられるようなね、ツールバックスの小大、お店ではねここに小が乗っかってたんですよね。でもね、おじさんほら使わない、こっちはまだ使い道があるけどバッグ使わないのよね、あんまりね。でこっちが4000いくらだったっけ、4480円とかそのぐらいの値段だったんですけど、迷ったんだけど、とりあえず、箱だけちょっと比較したかったんでね、買ってみました。というわけで今日はね、アークラノさんのねプライベートブランドの、なんだっけ、システムキャリーだっけ、システムキャリーね、紹介しました。これあのどこの金物屋さん、有名金物屋さんに行っても売ってませんね。アークラノさんのオリジナルブランドなんで、まあ、あの有名な、ね、秀久さんとか道具屋さんとかに行ってもね置いてないと思うんですよね。これをもし興味のあって実物見たいという人は、まあ、ビバホーム、スーパービバホーム、武蔵プロ、重デポ、もうこの店舗しか多分置いてないと思うんだよね。スーパービバホームでも最初に行ったお店ではね、下の3段しかなかったんで、どうだろうな、そのメーカー、まあ、パックアウトが好きとか、まあ、デフォルトが好きとかね、いろいろいらっしゃるじゃないですか。ね、パックアウト以外にもすごく今廃校期のね、あのマルチクルーザーとかも出てるんで、メーカーとかその形にこだわりがないんであれば、これねすっげーコスパいいと思いますよね。だ作りがだってすごいもうしっかりしてるもん。でね、最初あのちょっとこうチラッとインスタとかで写真見た時に、どうなんだろうねって、まあ、すごい安っぽいんじゃないのっていう変な先入観あったんですけど、いや意外や意外、実際にこれね持つと分かるんですけど、もう触れば分かるっていうね。ただあの残念なところ、ちょっとねおじさんの印象なんですけど、パックアウトでもやっぱりでかいと思うんですよ結構ね。デフォルトのサイズ感、あの前回の動画でも、萩原さんっていうね職人さんの日誌を見せていただいた時に、デフォルトのやっぱりねこの幅感が日本の住宅事情に合ってるんで、現場での取り回しはねデフォルトぐらいのサイズがいいかなと思うんですけど、これ逆にちょっとパックアウトより大きくしてきたっていうところでチャレンジャーだなと思うんですけど、だからその職人さんの工具に限らず、レジャーとかねキャンプとかそっち方面で入れても本当いいと思います。頑張ったよね。なんでこれ出さないんだろう、これ売れるよアークランドさん。で今日はね、あのおじさんもここまで詳しく見たのは初めてなんですけど、ここどうなってるのとか、ここはどんな感じなんですかっていうのをね、もうこれおじさんのもんなんでね、何しようがいいんで、あのもし疑問な点がありましたらコメント欄に入れていただければね、あの見れるとかは見れますんで、あのバッグはちょっとないんですけどね、あの箱に関しては現物がありますので、もし分からないところがあれば聞いていただければと思います。というわけで今回はね、アークランドさん、アークランド坂本さんじゃなくなったの、アークランドさんねの、オリジナルブランド、プライベートブランドのシステムキャリーというね、こちら紹介しました。いや今日も楽だわ撮影ね、21度だったかな、道路標識見たら。じゃあ皆さん、これから行楽のシーズンですけど、安全運転でいってらっしゃい。